ダメでしょ、おしゃべりは向こうでやって、頭痛いんで。 あれ誰、隣のベイリー、頭をぶつけてここに来たの。僕のこと話してんだろ。そのせいでエコロケーションができなくなったって言ってるけど、お医者さんの話だとどこも悪くないんだって。さっきから全部聞こえてんだけど。エコロケーションって何？ベイリーは頭から音を出してね、そのエコを使って遠くのものを見つけられるの。ああ、でも今はまだ治ってないんだって。やっぱり僕の話だ、本当にできないの。エコロケーション、その話聞き飽きた。もううんざり。だって思いっきり頭ぶつけたんだよ。ほら腫れてんだろ。白イルカの頭はそれが普通なの。